ほどね、86の解説の田中美朗さんも言ってましたが、後ろを見てしまうと、後ろのペースになってしまうんだよ、前を見た方がいいよなんていうコメントがあったんですが、それのように今日は前を見てね、レースをしたいと思ってますと言った草野雄也、3番手からスタートをしていきます。そしてリージョン、昨日はいいスタートを決めていきましたが、1コーナーでね、その前を行くオールを捉えることができなかった。その分後半でバトルがね、起こったわけですけども、今日もいいスタートを決めていくのか、リージョン、そして板橋立幸、斉藤海斗、それぞれが今自らのグリッドにロックオン。決勝は12周、後方グリーンフラッグが振られました。さあ、3ランプに注目、レッドランプが点灯、オールレッド、ブラックアウト、今スタート、おっとボールポジション荒川凛、ちょっとスタートミスったか、インからサイドバイサイド横並び状態で、オールが今インを取っていった、アウトから被ってくるのは草野雄也、スローラーに3番手に上がっています。さあどうでしょうか、一旦オールイがホールショットを奪ってトップに上がって、昨年今年とこのスーパー FJ、 さあオープニングラップ、自らのポジション1回落としたんですが、荒川凛が馬場でもう一度奪い返して、さあまもなくコントロールライン、ここで早くもこれだけの差をつけて、荒川凛が後方を引き離す形になってしまっていますが、さあどうでしょう、これが出てくるのか、本気になったり、今は今のが後方で先方一つ落としたんですが、リージョン、そして板橋、斉藤海斗、5、6、7の順位は変わっていない状況。選手、今日はですね、まあ、昨日スタートを決めたものの捉えることができなかった、そのオール選手なんてシーンもあったんですが、今日はやはりですね、そのバトルに持ち込みたいという話をしていました。そしてまず草野を捉えて、その草野のサイドバイサイド走行するという、この後にしっかりと守った形で4コーナー今駆け上がっていきますということで、皮むきをしていない、タイヤだったんですね。他の選手は皮むきを一度したので、熱のその入りようが、フォーメーションアップ一発で入るのかななんて荒川選手心配をしていたんですけどもね、やはりそのあたりがそのスタートに出てしまいましたね。馬を捉えることができず、ちょっと出遅れた形のスタート、まあ、そんな心配もあってがなかなかスタートをきっちり決めきれなかったかななんていうふうに、序盤リージョン・ウー選手、ちょっといろいろね、これからご紹介をしていこうかな、まあ、取り戻したという形ですね。そう、先ほどの話なんですが、その皮むきをしていた、熱が入りやすい状態ではないタイヤでスタートしなければならないことに、ちょっと荒川選手は序盤ないかななんて話をしていたんですが、それがスタートしで出てきましたということですね。でも逆にね、中田選手はさあ、その中谷選手ですが、昨日は今3番手を走っています、葉月色の、ね、カラーリングのザップのカラーリング、ザプレーシングの、ね、カラーリングなんですが、昨日はですね、その、まあ、単独走行になって1周しかしてないんですね。まさしく昨日がレースを終える初戦を迎えたという、とっても落ち着いたね、彼だったんです。まあ
そうなんですけども、その野球でのね、ドキドキしたそのシーズンをたくさん経験してきた、結構コツメでやってきたらしいんですけども、そのおかげでですね、このレースでもこう直接言うとワクワクして冷静に捉えることができたんじゃないのかな、なんていうことも言っていました。さあ、その学べたこと、その悔しい思いをこの第2レースで今3位走行前を捉えて、まだまだ、走っています。中谷亮太。さあ、周回数が5周目を終えてコース上6周目となっています。トップ3秒95、およそ4秒から2番手のオーリー、今コントロールラインを切っていて4秒8、やはりですね、ワンタッチワンタッチと同じように1秒ずつ上がっていくような、そんな形。オーリーの昨日のそのセッティングから今日は足回りをね、大きく変更してみたんですけど、今日出るか今日と出るか、そんな話を聞いたんですが、そんな思いもあるんですが、荒川もですね、やはり8秒引き離したけども、気を許さないで今日はまたまた詰めるところは詰めていきたいという、そんな話をしていたので、どんどんとね、このその昨日反応がちょっと薄かったんですよという、その足回りの変更のセットが当たってくるような、そんな答えを出してほしいところですが、トップ荒川、その2番手オールインの差は5秒3、その後ろ中谷が続きます。オールインの後ろ1秒5、ここもね、後半まだまだね、どうなるかわからないですが、引き離されないように今駆け上がっていきますよ、コーナーから。その中谷の後ろですが、緑色のウィンス草野はですね、じわりじわりと後方近づいていきますね。コンマ8、今コントロールライン、開幕戦昨日制しています。これで第2戦と、まずはスゴーでのラウンド2つ優勝を重ねて、さあトップチェッカー荒川凛が第2戦も優勝という形になりました。